はじめちゃん。なんや、俺に会いとうなったんか。いや、会いたかったよ。どうも、山上です。さあ、今日は兄さんと江戸城に勝ち込みに行きますか。はじめちゃんも江戸城行くの楽しみなんやろ。せやろな、あんなデカブツへ攻め入るなんてなかなかないで。こんな楽しみ独り占めしたらあかんで、ほんま。めちゃくちゃ楽しみにしてくれてる。一泡吹かせよう。一泡吹かせようか。よし、朝になったら出発だ。また後でね、ゴロちゃん。ヒュー、じゃあ寺田屋に戻りたいと思います。兄さんと一緒ってだけで遠足気分になってしまうな。はーい、寺田屋に戻ってまいりました。はい。ん？お飛脚だ。はあ、はあ。旦那、手紙預かってます。手紙を受け取った。それじゃあ足はこれで。この手紙は何だ？ちょ、確認してくれるかい？ボブからお手紙が来ました。闘技場をすべて制覇した。闘技場コンプリートしたのでご褒美がもらえるみたいですね。地道にコツコツとコンプリート系も進めているんですけれども、まだまだだな。頑張ろうな。よし、オッケーです。寺田屋戻ります。早く朝にならないかな、ワクワク。でもこういう日に限って眠れないわよね。遠足の前日と勝ち込みの前日は眠れないって昔のことわざにもあるように。はい、はじめさん。はい。おかえりやす。ただいま。ああ、明日夜明け前に宿を立つ。それまで寝かせてくれ。添い寝してくれまいか。そらかまへんけど、朝立つんやったら今のうちにいろいろしたくせなあきまへんやろ。支度はもう済んでるん？で、大丈夫だにすると明日になるのか。あ、ちょっと待って。いや、ちょっと待ってくれ。うい。支度が終わったら声かけてな。寝るのに音瀬さんに許可がいるのか。寝かしつけてくれるのか。子守歌でボブにちょっとご褒美もらってからにしようか。はい。そっちじゃないだろ、壺じゃないって。こっち。はい、ご褒美をください。おー、かっこいい槍。これがお尋ね者制覇のご褒美か。もらっとこう。ナイス。はい。で、闘技場コンプリートか防具か。はい、ありがとうございます。よし、もらえるもんもろたので寝ちゃうか。龍馬ちゃん、明日に備えてな。はい。お龍は、お龍いんのか。お龍にもちゃんと、掃除してる。死ぬ覚悟で行くんだもんな、江戸には。好きな女の顔見とこう。お金に困ってたなんてただの言い訳にしかならへんね。説明、説明、そんなことないよ。うん、お休み、お休みだ。話しかけられはせんのだな。ちょっと何。はい。お金のために金の塔に情報を漏らしていた。許そう、すべてを許そう。はい、寝ます。はじめさん、しばらくこっちには戻られへんのやから、しっかり準備せなね。うん。江戸に行く支度は済んだ？しばらく戻ってこれないだと。なんかやる。いや、さっさと寝ろ。大丈夫だ、行こう。ああ、大丈夫だ。ほな、夜明け前に起こすから早う部屋でお休み。ありがとう、おとせのモーニングコールや。布団敷きな。あ、飲んで。監察の山崎進は新選組の屯所で殺されていた。え？例の坂本龍馬に口を塞がれたらしい。お前は大丈夫だと思うが、なるべく表には顔を出さないようにしていろ。別にうちはええよ。もし何かあっても自業自得やもん。いや、お前に何かあれば俺のせいだ。顔見て言ってあげな。俺の存在がお前を巻き込んでしまったようなもんだからな。そんな。
なこと。明日江戸に行く。用事が済むまでしばらく帰れない。江戸へ？けどそんなことうちに言ってええの？また裏切るかもしれへんよ。土佐を抜けてから俺が本当の名前を自分から言ったのはこの寺田屋でだけだ。俺はもうここで隠し事をする気はねえ。それに江戸での次第によっちゃもう生きて帰ってくることもない。え？今度の江戸行きはそういう旅だ。何する気やの？はじめさん。江戸城の将軍の寝床に直談判だ。幕府を店じまいにしろってな。まさか。冗談みてえな話だが、あんたにだけは言っておこうと思った。冗談みたいな作戦だよな。寺田屋に戻れなくなるとすると、一つだけ心残りがあるんだな。心残り？え？あんたの作った飯、まともに味わったことがなかった。はじめさん。それを今度戻ってきた時の楽しみにとっておく。その時は頼めるか？死ぬほど食べさせてあげる。今日も添い寝してもらえばいいのに。もうときめくわ。なんだこの二人、早く中世。おい、朝です。いいお天気だぜ、ゴロちゃん。お、あ、チンピラ。女と別れの挨拶は済んだんか？あんたの知ったことじゃねえ。ええやないか。わしの方も馴染みに挨拶済ませてきたんや。あんたにこれ渡せ言われたわ。誰だその手紙は？近藤さんからや。ああ、徳川将軍へのお手紙やと。あんたの馴染みってのは近藤のことか？将軍に会えたらこいつを見せろ言うとったで。お手紙、まあ、近藤さんからの口添えというか、なんて書いてあるんだ？はじめちゃん、お前これ読めるか？あちゃー、これあかんか。そうなんだ。あ、船で行くんだね。おー、読み書きができないわけじゃないが、この字はさすがに読めない。達筆すぎるな。そっちか。ほんまやな。将軍に渡すくらいやから近藤さんも気合い入れて書いたんやろうが。おい、そこの前、これ読めるか？わ、私ですか？他におらんやろうが。早く来いや。ちょっと優しくしてあげて。なんだこいつ。では拝見。
え、内容的に読ませてもいいのか。これは一体何が書いてあるんや。何と言いますか、とんでもないことが。だからなんやっちゅうねん。まずこの一番初めのこの一文ですが、1、天下の政権を朝廷に奉還せしめ、政令よろしく、朝廷よりいずべきこと。なんのこっちゃ。これは幕府の持っている政権を朝廷に返すってことです。こんな手紙持っているだけで幕府の人間に殺されますよ。ああ、それやったら問題ないわ。わしらがその幕府の人間。まさか本当ですか。本当だ。それよりその先を続けてくれ。それじゃあ続けますけど。この青年は、この手紙には全部で7項目の国への要望が書かれてあります。ええ声やね、武士。国への要望。ええ、まず最初がさっき言った幕府の政権は朝廷に譲るということ。その後は政権を持った後の朝廷への提案が続いています。どういう内容だ。ええ、箇条書きですが、まず議員というものを置いて話し合いで政治を決定すること、異国との不平等条約を改定すること、国の憲法を制定すること、海軍を増強すること、都を守る兵を組織すること、金銀を異国と同じ値段にすること、以上、最初のと合わせて7つです。要するに新しい国づくりへの要望書ってところか。そしたらここに要望を書いたら徳川将軍が聞いてくれるいうことか。いや、いや、聞くのは政権を返された後の朝廷ってことだろ。将軍でも朝廷でも構わんわ。わしらもなんか書いたるやないか。何？そういうことでは。命がけでこの手紙将軍に渡すのはわしらなんやで、ほんなら新選組の隊長に一生楽できる金を払うことってなとや。新選組の隊長？あなた方そうなんですか。そや、せやからお前今言うたの手紙に書き足せや。一つぐらい出したってかまへんやろ。でも人の手紙を勝手に書き足すなんて。どうせ金をくれと書いたとこで将軍にも朝廷にも無視されるだけだ。私もそうだと思います。お前は黙ってけよ。ほな、はじめちゃんやったら何を書く。こんな機会めったにないで。何書くだろう。国への要望なら平等な世の中にしろとかな。ああ、俺の国じゃ生まれた階級だけで人間扱いされなかった。階級に縛られ尽くした土地だったんだな。土佐っちゅうことかいな。アホくさ、そら武士の話やろうが。局長も副長も元は百姓やで。人間扱いされん連中なんぞ武士以外やったら山ほどおるわ。ああ、あんたの言う通りだ。せやけど平等な社会なんぞわしらに一文の得もないやないか。俺にはある。それが実現すればおやすさんに胸張ってあの世で顔を合わせることができる。何やそれ。そこのあんた、今言ったことを
手紙に書き足してくれるか。書き足すんかい。どういうふうにでしょう。どんなに身分が低かろうが、階級を超えて人材と認められるように、武士だけではなく町人も百姓も女も誰もかもだ。そして身分が高く生まれただけの人間に好き勝手させないようにしろとな。なんですって。たく、ほんだなんや。それこそ私も望んだ日本の新しい時代です。誰だ。そうですよ、だから今日まで私は今日にいたんだ。今日まで今日にね。新しい時代が今まさに今日で作られていると聞いてですが、私は剣がからっきして志半ばこの船に。なあ、その志を書いてくれ。文章はあんたになら任せられそうだ。はい、喜んで。いや、この武士も江戸城に連れてこうや。もう仲良しじゃん。え、この子はなんか重要な子。楽しい船旅になった。富士山じゃない、あれ。富士山じゃない、兄さん。富士山見えたよ。有罪の苦行諸行及び天下の人材を顧問に備え、感触を賜い、よろしく従来有名無実の官を除くべきこと。全然わかんない。俺たちが目指したものがここにある。はそうだよな、おやっさん。胸を張って会えるだろうか。いや、その願いを朝廷に持っていくってどんだけ命知らずなの。江戸城来た。おい、江戸城。わあ、徳川大砲。え、正面から行くの。何者か、ご判明とお名前を申されよ。ご判明とお名前を申されよ。ここをどこと心得る。15代将軍徳川慶喜公に会いに来た。開門願いたい。止まらんか。それ以上近寄れば賊とみなす。将軍に伝えたいことがある。お目通り許されたい。イカれてんのかこいつ。構わん、行ったて。この国の存亡に関わることだ。そっちがその気なら力ずくでも取り継いでもらう。うわ、無駄や無駄や。せやから言うとやないか、はじめちゃん。起きた、待て。鼻から運動無用やったや。正面突破。バカな。ドカーンと行くで。兄さん、兄さん、おみ、ああ、なんてこと。ちんたらすんねえ、はじめちゃん。さっさと将軍様を叩き起こすんや。今ので起きたんちゃうか。行くか。あんたは張り切りすぎだ。行かれてんな。行かれてるよ。忍び込んでさ、なんか天守閣の近くまでは忍び込んでこそこそ行くのかなと思ったら、こいつらそういうことしないよな。正面突破だ。かっこいいよ兄さん、かっこいいよ。うお、楽しい。何事か。あー、うそだ。この二人マジか。さすがに徳川将軍のお膝元だ。歯応えがありそうだぜ。それでこそ江戸まで来た甲斐があるってもんよ。
行くぞ。起きた。待ってる。いやほい、いやちょっと素敵じゃない。もう素敵じゃない。ずっと二人のかっこいい姿を見てたいのに、私はこれから頑張んなきゃいけないんだ。頑張ります。うわ、いいよ、行くぜ、うよ、行くぜ、俺だ。うわ、俺もなんか大砲ぶちまけちゃおうかなって思ってるんやけど、どうどう、よいしょ。うわ、兄さんのかっこいいとこ見てたいな。俺拳銃で行っちゃっていいか。拳銃を能力強化したらすごくチートになっちゃって、行って。兄さん、兄さん、行こうか。兄さん、兄さん、兄さん見て、見てくれてる。俺も一頭で行くか。やっぱ一頭で行くべきだよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。吉野武功にお目通り願いたいだけなのに、そんな簡単に会えるかいな、会えるかいな。よいしょ、行こうぜ、キルちゃん。よしよしよし、集中していこう。あんま浮かれてるとすぐ体力削られちゃうから、僕はボカーよ。よし、はい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 、行って行って。これバンバンバトル、兄さんとバンバンバトルってなかなか珍しいよね。兄さんやっちゃって、ほらちんたらしてんなやっていうか、長倉さんには話通してこなくてよかったのかな。分かった、踊らないで、シャルウィダンスっつってな。このもんもいいのかな。行くよ、はい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 、開くか、開くぜ。兄さん兄さん兄さん、開いたぜ。うおうおうおお、鉄砲隊がこんなに、うわ、構えてらっしゃるね。あそこに隠れるんだ。隠れて、あーなるほど。ちょっと急いで急いで、走って走って走って。兄さん兄さん、来てる来てる、遅いよ。で、あ、撃ってきて、また別のところに隠れるんだ。撃つじゃん。兄さんちょっとやめて、集中してるから。撃ってきました。で、今兄さんついてきてる。兄さんこっち、兄さん、あ、兄さんがついてこれてない。置いてくか。ダメだ、置いてけない。君のことは置いてけないよ。来てって、今って言うからね。撃ってきます。今、そうそう、来て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 。オッケー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 。おーしよ、よく来た、よく来た。グッボーイ、グッボーイ。撃ってきた、今。今か、ちょっと遅かったか。いける、よし。兄さん来て。兄さん、あ、来た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 。大丈夫、大丈夫。オッケーです。で、撃ってきます。反撃しなくていいのかな。くそ、俺も一発ぐらいぶち込んでやりたいのにな。撃ってきた、今。はい、はい、はい、はい。門を開けるから、兄さん兄さん、おらおら、危なかったぜ、危なかったぜ。ほい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 、順調だな。兄さんこいつやっちゃってよ、やっちゃってくれよ。おい兄さん、俺とどめさしちゃうわ。ほいしょ、はいはいはい。で、これどんどん上に上がってくのか。江戸城広いんじゃない。あんまり知らないけど、間取りを知らないけどさ、500LDK ぐらいあるんじゃない。 500LLDDK ぐらいあるよ。知らんけど、なんでキッチン一つ。500も部屋あったらキッチン一つじゃ足りないよねっつって、何を言っとるんだろうか。はい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 、俺も大砲出しちゃう、出しとくか。どう兄さん見て、これでこそだよな、これでこそ。いや、これは吉野武功に取っておくか。うん、ちょ、作成を今考えてる。存分に楽しませてもらおうか。なんか落ちてるわけでもない、しみったれてんな、徳川幕府。おら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 、やべ、全然しみったれてないです、すいません。え、これ、え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 、どうしたらいいんだ。突っ込むのか、あの灯籠。あ、兄さん危ないよ、兄さん危ないって。あんたちょっと体ざざざ、撃ってきたらまたあの灯籠。バカじゃん。兄さん、兄さんだから隠れてなさいって言ってんのに。撃ってきたらあの灯籠、やばい、これ早く行かないと灯籠が壊されちゃうんじゃないか。俺たちが、え、いや、今じゃないんじゃない、今か、今か、なんか落ちてる、ラッキー、ラッキーボーイ。で、今、今、いい、オッケー。近づいて、近づいたら、いや、すげえいるな、人。いや、近い、これは近すぎる、これは近すぎるね、近すぎたか。これはさすがに意味わかんない。嘘だろ、嘘だろ、これやっていくしかねえのか、やっていくしかねえか、やっていくしかねえか。おらおらおら、あの大砲、あの大砲を奪うことはできる、できまし、できましか、できましかって聞いてる。どけそこ、俺に渡せ、俺に渡せ。よしよし、あ、使える使える。おい、おい、うわ、何、大砲まだいる、ちょっと待って。おらおら、どこだ兄さん、兄さんどこだ、兄さんはどこだ、こっちか。あ、お前てめえ、こら、おい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 、兄さん助太刀だぜ。おら、どけ、こら、兄さん、兄さん、どう、兄さんに
兄さんを狙っていく。兄さん、兄さん、兄さん、なかなか当たらねえな、兄さん。おお、門が開いた。ああ、こりゃいい、こりゃいい、おらおらおら、終わりだ、終わったか。うわ、こっちにも行ける。ほう、なんか落ちてそうじゃない、こういうところに落ちてもよ。あ、さっき僕たちが通ってきた橋で。なるほどなるほど、つながってたのか。ああ、マップ見よう。こういうことか。結構一本道、乗り込まれたら攻められやすい間取りでは、間取りでは。はあ、こっから撃ってきやがったってことか。結構体力がやばいぞ、ゴロちゃん。ゴロちゃん、追いかけっこだ。捕まえてごらんなさいって捕まえた。行くよ。よしよし、他に何もないか。これこれポケットに入らない、さすがの量まで。もダメか、大砲便利だな。武器出して、武器出して、武器出していこう。あ、なんか落ちてる、落ちてるものはもらう。ナイス、いい。よし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 、吉信子をさすがに目覚めたかな。そうだよな。おら、おとりじゃい、おとりじゃい、いくぜいくぜいくぜ、うおいしょ、来いよ、来てみろ来てみろよ。おらおらおら、はいはいはい、ヒートは溜めておくか、吉信子のためにな。はい、サクサクのバンバンでございますよ。はいはい、急いでんねん、こっちは。早く早く、吉信ちゃんに会いたいだけじゃないの。なげえな、結構長いな。鳳凰陣で行ってみるか。鳳凰陣乱舞だ。ほら、乱舞がお好きでしょう、お好きでしょう、お好きでしょうよ。行くぜ行くぜ、ほらほら、踊れ踊りな踊りな。ナイス、踊るように踊るように殺していくじゃん。いいぞいいぞ、いいのかな、いいのかな。いや、行って行って行って、痛いでございまし、痛いでございまし、痛いでございまし。よいしょ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 、いい感じです、いい感じでございまし。おいしょ、いい子ぜ、いい子ぜ、龍馬ちゃん。おい、オッケー。さてと、助立ち。うわー、兄さん来てる、こっち来てるじゃん、敵が。ちゃんと捕まえといてくれないと。 OK、 ふう、うん、お、うん、いっぱいいる。クソ、あんなに出てきたな。どうにか一気に片付ける方法は、はじめちゃん、この大砲でぶっ飛ばしたろや。容赦ねえな。兄さんも大砲使うのか。これでいいのか。あー、すげえすげえ、こりゃ面白いぞ兄さん。ゲームセンターでこんなゲームをやったことがあります。うわー、あー、近いな近いな近いな。どうしようどうしよう、来ちゃうのか、これ来ちゃってんのか。やべやべ、来ないでくださいまし、来ないでくださいまし。もう燃やしちゃ、あ、やべ来ちゃうのか、来ちゃってんのか。兄さん、兄さんが兄さん大砲やってる場合じゃないじゃん。ちょっと遊んでる場合じゃないでしょ。危なかったわ。オッケー、もういいのか。兄さんが触った大砲、俺も触っとこう。ここか、ここら辺でいい。おー、わあ、なんかまた来た、またいっぱい来た、やばいね。また増援か、はじめちゃん、またこいつでぶっ飛ばしたろうや。わかった、やろう。ここら辺もう来る道を塞いどけばいいんじゃないか。ああ、いっぱい来ちゃ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 った。兄さん、ちょっと大砲やっといて、俺ここやっちゃうから。兄さんに触るな、兄さんに触るな、大砲ではお遊びになられている。兄さんに触るなっつってんだろうが、触るなっつってんだろうが、触るなっつってんだろうが。はい、大砲が役に立ってなかった。いやー、いって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 ってば。いやー、おーれ、おいしょ、行こうぜ、龍馬ちゃん。いいよいしょ、いいぞ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 。うん、吉野部に会う前にお弁当食べようね。ゴロちゃんの分もちゃんとおやつ持ってきたから、一緒におはぎ食べようねっつってよ。大砲ちゃんと使えばこんなに苦しまなかったんじゃないだろうか。ないだろうか。なんかもうらい、はいはい、ばあや、乱舞で行くか、乱舞で行こうか。ハウアウジン、ハウアウジン、ハウアウジンです。まあ、狙撃系よりもこっちの方が僕には性に合ってるって感じだよね。おい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 、かっこいいじゃん。今日のカズマちゃんは一味違う、言ってえな、これ。はい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 、兄さんに、兄さんに、兄さんのために、兄さんのために、陣中報告のために。うわいいえいいえ、
いや、いい関係、関係、関係よ。ほら、いいのか、俺がやっちゃっていいのか、兄さん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 、オッケー。よっしゃ、また来たりする。あ、まだ残っとるやないか。残っとるやないか、自分なんや、あいつ。あいつ鉄砲なのかな。あれ、当たらないじゃん。あ、当たった、当たった。よし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 。あ、また来た。え、これすげえ大砲ですね。あれも大砲でやっちゃうんですか。あれ、もう連射。うん、なかなか手ごわいな。はじめちゃん、これで最後のはずや。わかった、3回目だね。オッケー、もうバンバンに撃っちゃう、バンバンに撃っちゃう、バンバンに撃った方がいい、バンバンに撃った方がいいね。ほらほら、全滅しろ。もう全、あ、ここ、あー、近い近いとこ来ちゃって、近いとこ来ちゃって。オッケーオッケー、はい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 、もういい、もうもういいでしょ、もういいでしょ。まあ、来てる、結構来てる、結構来てるのかしら。あー、やっぱり大砲じゃ全滅させられなかった。あ、兄さんごめん、俺が大砲下手でごめんな。はいはい、尻拭いはちゃんと自分で、自分のケツはちゃんと自分で拭くから。うおれ、ういしょ、おごい、来てみろ、来てみろって言ってんだよ、ボケナス。ほら、ごめんね、ごめんね、俺たち強くてごめんね、兄さん。いいね、兄さん。もういないか、さすがにいないか。じゃあなんとなく弾無駄遣いしとこう。うい、よしのぶくん、起きてくれよ、よしのぶ。吉信子、兄さん、終わった、今だ、城内へ入るぞ。起きた、やっと城内か。オッケーオッケー、オラオラオラ、踊っていこうぜ。よし、怖いから10にしとくか。本当にもういない。そうか、大砲面白いな、灯籠全部やっちまって。オッケー、よし、何もない、俺が先陣を切ろう。兄さん、俺についてこい、兄さん。